こんにちは。このビデオでは、プラットフォームデザイナーの新機能である、ボード認識を使用する場合の、エンドユーザーフローについて説明します。はじめに、プラットフォームデザイナーのボード認識機能と、それで何を行うことができるのかについて詳しく説明します。次に、プラットフォームデザイナーのボード認識機能を使用する場合の、エンドユーザーフローについて説明します。 最後に、この新機能を使用して、エンドユーザーフローのデモンストレーションを行います。ボード認識機能について説明する前に、この機能が作成された目的についてお話しします。現在のプラットフォームデザイナーにおけるデザインエントリーフローは、マニュアルでのコンフィグレーション作業によって行われています。この場合、ユーザーは IP のパラメーター化及び ピンの制約方法を理解している必要があります。また、ボードのインターフェースを把握して手動でエクスポートする必要があり、それによって機能するデザインが生成されます。これらの詳細はユーザーガイドやデータシートなどの資料に記載されていますが、実装自体は様々なツールを使用して設定されます。例えば、ピンの位置は、 ピンプランナーツールを使用して設定する必要があり、デバイスパーツはデバイスツールで設定されます。つまり、プロセスには時間がかかるということです。さらに、複数の IP が同じボードをターゲットにしており、それらのユーザー定義パラメータとピン制約にあまり違いがない場合、ユーザーは同じコンフィグレーションを何度も行う必要があります。 このプロセスではヒューマンエラーが起こりやすく回避し得るミスが発生する可能性があります。このような場合にボード認識機能が役立ちます。ボード認識機能はプラットフォームデザイナー一つで全ての機能をコンフィグレーションできるようにすることで現在のフローに対するソリューションを提供します。このフローではデバイスパーツを含むボードの詳細を プラットフォームデザイナーで設定することができます。さらに、ピン制約を含む IP のパラメーター化は、ボードをターゲットとするプリセットとして、プラットフォームデザイナーで定義及び実装することができます。このプリセット機能は、既存のものとは異なります。これまでは、ユーザーは IP のパラメーター化のみに、事前に作成されたプリセットを適用することができました。 ボード認識機能では、事前に作成されたプリセットに、ピンの割り当てと IO 規格、さらに IO のパラメータ化を含めることができるようになっています。また、プリセットを適用すると、プリセットで指定されたインターフェースが自動的にエクスポートされます。これらのボード及び IP のプリセットにより、デザインのコンフィグレーションは、毎回1から始めるのではなく、再利用することができるようになります。 この機能によりデザインプロセスの時間を短縮するだけでなくボード、IP およびピンコンフィグレーションのエラーを減らすことができます。よりわかりやすくなるように LED ベースのパラレル IO デザインを使用してフローを説明します NIOS5 プロセッサーは命令を実行するマイクロプロセッサーとして機能します。オンチップメモリーは データと命令を保存し、JTAG は NIOS5 プロセッサーとホストコンピューター間のシリアル文字通信を可能にします。PIO は LED と通信し、NIOS5 プロセッサーからのデータを出力表示します。このスライドでは LED ベースの PIO デザインにおけるボード認識機能のフローを大まかに説明します。 ここでは提供されているボードおよび IP のプリセットを使用します。まず、デザインに向けたプラットフォームデザイナーシステムを作成します。続いて、適切なボードを選択します。デフォルトでボードはクォータスプロジェクトで設定したボードに一致しています。次に、ボードをターゲットにしたプリセットで IP をインスタンス化します。 これらの IP のプリセットには、ピンの位置と IO 規格が含まれる場合があります。これらの詳細は、プラットフォームデザイナーに表示することができます。IP のプリセットが適用され、それぞれの IP との接続が確立されると、ポートがプラットフォームデザイナーの外部に自動的にエクスポートされます。HDL が生成されると、ピンの制約が QIP ファイルに渡されます。最後にデザインをコンパイルします。ピンの制約が適切に配置されているかを確認するには、ピンプランナーツールを使用します。では、デザインのデモをお見せします。Intel Quotas Prime 開発ソフトウェアを起動し、New Project Wizard を使用して、 新しいデザインエントリーを開始します。プロジェクトタイプとプロジェクトの作業ディレクトリーを指定します。ボード認識機能ではボードタブを使用して選択したボードまたは開発キットを検索します。フィルター処理はデバイスファミリー、開発キット、ベンダーで行うことができます。このデモでは Intel Agilex FPGA F シリーズ開発キットを選択します。 詳細は右側のパネルで確認することができます。フィニッシュをクリックします。からのプロジェクトを作成したら、プラットフォームデザイナーツールを開いて、デザインプロセスを開始します。先ほど作成した Quotas プロジェクトを選択します。ボード、デバイスファミリー、およびデバイスパーツは、Intel q u o t s プライムプロジェクトに一致します。 ここではデモ用にプラットフォームデザイナーシステムを作成します。デフォルトでプラットフォームデザイナーにはクロックとリセットが含まれており、これらはデザインで使用することができます。ここでは F シリーズ開発キットに向けた LED ベースの PIO を作成しているため、このボードをターゲットとする IP プリセットが ボードカタログに表示されます。示されているように、このボードではすでに複数のプリセットを利用することができます。このデザインでは複数の IP をインスタンス化する必要があります。それには NIOS 5プロセッサー IP、オンチップメモリー IP、ゼ t a g u a r t IP、およびパラレル i o i p が含まれます。IP は ダブルクリックしてインスタンス化することができます。IP プリセットもまたダブルクリックして適用することができます。プリセットの詳細を表示するには、ビューボタンをクリックします。ここでわかるように、PIOIP のインターフェースには、ピン割り当ての値が設定されています。 これらのポートは LED に接続されます。IP がインスタンス化されると、先ほどのインターフェースがプラットフォームデザイナーによって自動的にエクスポートされます。それぞれの IP を適切に接続したら、ベースアドレスを割り当ててアドレスの重複を回避し、 システムメッセージをクリーンナップします。その後、システムの HDL ファイルを生成します。HDL の生成が完了したら、デザインをコンパイルします。ピンの割り当てが正しく設定されていることを確認する場合は、ピンプランナーでピンの割り当てを表示することができます。最後に、 デザインをボードにプログラムします。ここまでの内容をまとめます。ボード認識機能を使用すると、ボードをターゲットにした IP のプリセットを利用して、デザインを効率的に行うことができます。また、プラットフォームデザイナー一つでコンフィグレーションを実行することができます。Intel Quotas Prime 開発ソフトウェア Pro Edition の バージョン22.4のリリースに伴い、ボードとプリセットがユーザーに提供されるようになります。また、ユーザー独自のプリセットとボードファイルを作成するオプションもあります。このボード認識機能により、デザインプロセス時のコンフィグレーションに必要なマニュアル作業を減らすことが可能です。このビデオは、ボード認識機能を紹介するシリーズの最初のビデオです。 ボード作成者のフローを紹介するパート2も合わせてご覧ください。